こんにちは、えー、平トフトボールクラブでございます。さあ、えー、この時間はですね、誰にも頼まれていないのに、えー、勝手に、えー、アルビダやりお届けした,いたしたいと思います。本当に頼まれておりません。<laughs> まあ、連戦中というところ、まあ、ゴールデンウィークというのもありまして、なかなか試合が立て込んでおりまして、えー、自宅から、えー、お届けしたいなと、えー、思っております。さあえー まあ、アルビックス新潟は、まあ、昨シーズンは J2 を、えー、優勝しましてさあ今シーズン J1 でどういう戦いを見せるかというところでちょっと注目しながらというこのアルビダイビーでございますが、えー、今回お届けするのが、えー、5月3日に行われました第11節、えー、横浜 FC ホームのゲームですねだから新潟にとっては、えー、アウェー連戦ということになりますが19時キックオフ横浜 FC 対アルビレックス新潟のゲームありましたが終了しておりまして結果は。 皆さんもご存知だと思いますがこんな感じでございまして、えー、1対0で横浜 FC が勝利ということになっております。はい さあ、えー、ゲームの方なんですけども、まあ、なかなかこう連戦中というところで、えー、大変なところがありましたが、えー、新潟の方は、えー、フィールドプレーヤーは、まあ、全員入れ替えてというところで、まあ、いわゆるターンオーバーと、えー、いうことになりました、右のサイドバックには、えー、長谷川選手がスタメン、そしてトップ下には、えー、高木選手が、えー、スタメンに入ると。 えー、いうことになりましたそして、えー、横浜 FC なんですけども、えー、3バックを、えー、採用してきまして、えーまあ、3、4、2、1のような、えー、そんな形になりました。そして、シャドウの位置に山下選手、小川慶次郎選手と非常にスピードのある選手を置いてきた。この辺りは やっぱり横浜 FC、まあここまで勝てていないというところで、新潟になんとか勝とうというところで、まあ相手のビルドアップも抑えていきたいという、そういうところが、なんかちょっと見えたかなという感じがいたしました。で、えー、ゲームが始まりますと、やはりこの横浜 FC の 守備がかなりこう狙い通りにはまったかなという、えー、そんな感じがいたしました、まあ、新潟もボールをつなごうとするんですけどもディフェンスラインそしてまあボランチのところまではボールはいくんですけどもその前がちょっとうまくこうボールを進めていけなかったかなという、えー、そんな感じに見えましたで相手はまあ3バック並べは5バックになるわけですけども、えー、新潟の右の松田選手左の小見選手にボールが入ってもそこは相手がしっかりと蓋をしているというような状況で サイドに入ってもそこから新潟はちょっと前に行けないような、えー、そんな時間帯が続いたかなという、えー、そんな印象になりました。さあ後半に入りまして、えーちょっと やっぱ新潟のテンポ、パスのテンポが上がったかなって、まあ後半に入って、まあ、意識もかなり上げたというところもあるでしょうけど、も、テンポが上がったかなという、そんな思いになりましたが、えー、横浜 FC の方は、右サイド、近藤選手のクロスが上がりまして、そこにボランチに入ってます、ユ、えーリ・ララ選手がヘディングを決めて、えー、これでヘディングシュートが決まって、横浜 FC が先制ということになりました。 やっぱりあのボランチの位置から上がっていくとなかなかマークがつきづらいんだなという、えー、そんな印象を受けましたあれが例えば小川幸喜選手が同じようにあの場所に入っていけば多分ディフェンス陣もかなりアラートな状態なんで。 たぶんついていけたと思うんですけども、あそこにユーリララ選手が入っていったっていうのが、なんか結構ミソかなという、えー、そんな感じがいたしました。もちろん、えー、右サイドの近藤選手からのクロスも見事でしたけども、そこに入っていったユーリララ選手の、えー、シュートが本当に素晴らしかったかなという感じで、横浜 FC が先制に成功しますと、えー、いうことになりました。で、その後も、横浜 FC かなり、えー、チャンスが多かったです。ただ、そこは、 えー、アビックス新潟のゴールキーパー、安部選手。いや、いいパフォーマンスでしたね。これ、安部選手のあのパフォーマンスがなかったら、えー、もう2失点差し、3失点してる可能性もあったかなという感じがいたしましたが、えー、このゲームではゴールキーパーの安部選手の、えー、本当にパフォーマンス、セービングが見事だったかなという、えー、そんな印象も受けました。ただまあ、そのあたり、横浜 FC も、 本当になんとかこの勝利を渇望する、勝利を求める気持ちというのが、えー、相当このゲームでは出てたかなという感じがいたしました。えー、新潟の方も、まあメンバーも変えつつ、まあ、グスタボ・ネスカウ選手から谷口選手に変えたり、まあ松田選手から水戸選手、まあトップスター、高木選手と伊藤選手を交代して、まあ早川選手も出てきて、なんとか打開を図りましたが、えー、なかなかゴールができないというところでした。で、 まあ、ゲームの方は1対0で終わるわけですけども、えー、アディショナルタイムですね、90プラス4分になりますが、えー、ゴールキーパー、阿部選手からのボールを、田上選手が頭でつないで、谷口選手が頭でつないで、えー、水戸選手にビッグチャンスが来て、水戸選手がボックス内でシュート。ただそこはスベンド・ブローダー選手が止めるというシーンがありました。まあ、スベンド・ブローダー選手の,あのセービングは見事でしたけども、 ああのまあ、新潟スタイルというの非常にあって、えー、ボールをつないで相手ゴールに迫っていくという、えー、まあいわゆる、まあ こうずっと積み上げている新潟のスタイルありますがただそのスタイルじゃもしかしたらないかもしれないんですけどああやって直線的にえみんなでつないでゴールに向かっていくというああいう形がなんかもっと出れば面白いかなという感じもいたしましたしまあスタイルへのこだわりみたいな多分勝手に見る方がスタイルにこだわっている部分はあるのかもしれませんけどもまあそれ以外のところえもっとこうゴールに向かっていくシーンも多分え新潟応援されている方はなんか見たかったのかなというえそんな感じが いたしました,ただ、新潟の選手も多分前に進むあの気持ちっいうのは相当強かったと思うんですけどここはやっぱり横浜 FC の勝ちたいっていう、えー、それがもう1人2人じゃなくてもうチーム全体で共有してるなんかそういう思いが、えー、このゲームには出たのかなという、えー、そんな印象もありまして、えー、ゲームの方は1対0で横浜 FC が勝利と、えー、いうことになっております。これで新潟は え今シーズン3勝3分け5敗ということで、順位は変わらず13位ですけども、これで鹿島戦に敗れて、FC 東京戦に敗れて、そして横浜 FC ということで、これでえーリーグ戦3連敗とえいうことになっております。 この辺りが J1 で戦っていく中で、えー、やっぱりもちろん相手も研究してくる、そして相手の個の,の強さもあるというところで、ここをいかに乗り越えていくのかというのもちょっと楽しみにしていくのがいいんじゃないかなと、私は思っておりますが、さあ、えー、引き続きまして、今度は5月の7日と。 いうことになりますが、えー、ゴールデンウィークラスト、えーまあ、新潟にとってはようやくこのゴールデンウィークラストにホームのゲーム会というところもありますが、えー、ホームゲームがやっていきますというところで、第12節のゲームですけども、こちらが、えー、5月の7日ですね、はい、14時キックオフでアルビレックス新潟ホーム柏レイソルトのゲームと、えー、いうことになります。 ま、レイソルとは、ルバンカップで今年もう2回すでに当たっておりまして、新潟ホームでは2対0で新潟が勝利、そしてレイソルのホームでは3対2でレイソルが勝利ということになっておりますが、ま、リーグ戦では、今シーズンは初めて会うというところで、ま、ルバンカップで戦っているというのはありますが、またリーグ戦ではちょっと違うかなという感じがいたしております。柏レイソルは、ここまで2勝4分け、5敗で16位ということで、ま、少しリーグ戦では苦しんでるかなという、そんな印象もありましたが、え、ー 前節第11節のゲームでは湘南ホームでのゲーム湘南対柏レイソルでしたがこちらの方は1対2で柏レイソルが勝利して、えー、これで2勝4分け5敗というところになっております、えー、このゲームではレイソル非常に良かったですね、えー、湘南のこの縦への非常に速い攻撃というのをうまく抑えて、まあ、守備を安定させてそして縦にボールが入りますと素早く攻め切るというそういうこうレイソルの形がこのゲームでは出てたかなと、えー、そんな印象がありました えー、このゲームでは最初中盤の右に入っておりまして、えー、ゲームの途中からボランチに入りましたけど、えー、新潟の方にとっても思い入れのある選手の一人ではあるんじゃないかなと思いますが、えー、豊島選手がこのゲームでは非常にハードワークを見せて、えー、いい働きを見せてたなという、えー、そんな感じがいたしました。で、えーまあ、柏レイソルは2勝4分け5敗という成績ですが、やっぱりこの10番の マテウス・サビオ選手が非常にいい選手です。で、まあ、右サイドに入ることが多か,った多かったんですけども、このゲームではトップ下に入っておりましたが、えー、この技術、すべての技術、あらゆる技術が、もう水準よりかなりレベルが高いという、そしてテクニックがあるんですけど、 テクニシャンと見せないいところがすごいですごでねなんかこうすごいことを普通にやってしまうという、えー、この10番のマテウ・サビオ選手にいい形でボールが入ると、えー、新潟にとっては難しいシーンが増えるのかなという、えー、そんなイメージをしておりますそして、えー、前節はまあ1対2で、えー、柏レーソルが勝利するわけですけども2点目ですね前線に入っております細谷選手がぶっちぎりましたよ すごかったです。あの、ちょっとお時間ある方はハイライトだけでもぜひご覧いただきたい、いただきたいんですけど、これぞフォワードという、ちょっと日本人、 バナレした。なんなら外国籍選手が、のフォワードがやるような、もうぶっちぎる強さを、強さと速さを見せつけた、えー、ゴールがありましたが、えー、これは新潟の方、新潟にとっては、そのシーンは作らせたくないだろうな、という、えー、そんな、え、見事なゴールが決まりました、えー、レイソロということになります。これだから、ま、前がかりになりすぎると、 まあ、マテウス・サビオ選手、ホセヤ選手にいい形でボールが入って、そこからレイソルの攻撃が発動するというようなところになりますが、じゃあ、それに、えー、ちょっと、なんか、おじけづいて、ちょっと、後ろ重視になるというのは、なんか、僕は、新潟らしくないんじゃないかなという感じがいたしまして、じゃあ、どうしたらいいかな、なんとなくしに考えたんですけど、まあ、俺が考える必要ないんですけど、 もちろんあの新潟の選手、監督、首脳陣もみんないろいろ考えているんでしょうけど僕の想像ですよ、これ新潟も敵陣深くまでボールを入れていった方がいいんじゃないかなと、でもうレイソル陣でボールを動かした方がいいんじゃないかな、もちろん行けば行くほどカウンターを食らう危険性はあるんですけど、できるだけ深くまで押し込めれば、 マテウス・サビオ選手がボールを受ける、えー、細谷選手にボールが入るとしてもゴール、新潟ゴールに迫るまでの距離が長くなるという部分では。 これできるだけあまりこう、新潟人のいいところでマテウス・サビオ選手、ホセヤ選手に仕事をさせたくないだろうなという部分では、守備を意識するよりも、攻撃で押し込んで、えー、守備の負担を軽減した方が、新潟のいい形になっていくんじゃないかなと思いますし、ただ、レイソルの方も、その新潟が前がかりに人数をかければかけるほど、その裏のスペースが使えるというところで、多分そこは、 狙ってくるんじゃないかなと、えー、私は思っておりますので、その新潟が攻めてるときに攻めきれるか、逆にレイソルのカウンター発動してチャンスになるのか、そこがこのゲームの肝ですし、えー、スリーリングになるんじゃないかなと思っております。まあ、あのー、レイソルの方は、 84分にはその細谷選手に代わって、またドーグラス選手が出てくるという、まあ、この交代で入ってくる選手の、まあ、あのかなりいい選手がいるというところもありますが、えー、まあ新潟にとっては、ゴールデンウィーク、えー、のようやく来たホームゲーム、まあ、3連敗というところで、これ、ホームで、えー、連敗を止めたいゲームになってくると、えー、いうことになりますが、えー、これが5月の7日、14時キックオフになります、えー、J1 の第12節。 アルベックス新潟対柏レイソル面白いゲームになるんじゃないかなと、えー、私は思っておりますがぜひお楽しみいただきたいと思いますということで以上ゴールデンウィーク中も誰にも頼まれていないのにアルビーダよりお届けしました失礼します皆さんチャンネル登録よろしくお願いします